皆様こんにちは。 ST マイクロエレクトロニクスシステムソリューションラボの唐沢です。このセミナーでは幅広いアプリケーションで高電力供給、高速充電を実現する技術として期待が高まっています USB Type-C パワーデリバリーのメリットや技術トレンド、 ST の製品やソリューションについて解説いたします。それでは早速セミナーを始めさせていただきます。本日のアジェンダはこちらになります。まずはじめに USB Type-C 市場と技術トレンドについて、次に USB Type-C PD の様々なユースケースとそれに対応した ST ソリューションの概要を、次に汎用マイコン STM32 を使った USB Type-C PD ソリューションを、最後に ST の USB Type-C PD コントローラーと電源向け製品について説明いたしまして、まとめさせていただきます。まず USB Type-C の市場と技術トレンドについてご説明させていただきます。まず一般的な USB Type-C のメリットについて説明させていただきます。こちら ST でまとめさせていただきました大まかに5つのメリットに対して、各2つずつですね、10個のメリットとしてまとめさせていただいております。まず第一に汎用性についてですが、このコネクタ自身がまずどちらで挿しても大丈夫なリバーシブルな仕様であること、そして薄型、また抜けにくい堅牢な最新コネクタを使用しております。またこの USB Type-C の大きな特徴といたしまして、ホストやデバイス側、また電力でいきますとシンク、ソースという役割をですね、機器に応じて変えていくことができるような仕様になっております。このことから高い汎用性を持って様々なユースケースに対応するという汎用性を持っているという形になります。2番目に高電力対応としてですが、5V3A のこちらですね、5V3A の最大 15W の従来の供給だけでなく、USB PD に対応することによって、9V3A でありますとか、15V3A のような高電力対応が可能になっております。この最大電力は最新の規格によって、48V5A、240W までサポート範囲が広がっております。また、20mV ずつ電圧値を変更することができるような PPS、プログラミングパワーサプライという機能にて、高速充電機能などもサポートすることが可能です。3番目、マルチプロトコル、高速対応が挙げられます。USB 2.0 と USB 3.0 ペケ、最新は 3.2 になりますが、こちらが個別のチャンネルに割り当てられております。また、ディスプレイポートや HDMI、イーサーネット、サンダーボルト等といった独自プロトコルをサポートしている点が非常に使いやすい規格となっております。4番目の安全性といたしまして、USB PD を使用した、介してデバイス側とソース側の認証を確認、ネゴシエーションを行って電圧供給をするような、規格となっております。また、デバイス側、ホスト側をセキュアファームウェアの更新やインストールによって保護することが可能です。最後に幅広いユースケースとして電源をシンクソースを動的に切り替えることが可能であったり、データ通信としてホストやデバイスを切り替えることができるといった非常に使いやすいインターフェースとなっております。これらのメリットが様々な電子機器に今広がっている要因であると考えております。これが USB Type-C コネクターの各ピンの機能になります。USB 2.0 のデータ通信は、この中央の青い部分によって行われます。パワーデリバリーのコンフィギュレーションを行うピンとして CC1、CC2 ラインがあります。そしてその外側に電力通信を行う V バス端子が配置されております。本日説明に出てきます USB PD コントローラーは、この CC1、CC2 端子を使用し、V バス端子の電圧電流を制御するものです。この PD コントローラーが行う処理としては、USB Type-C コネクターの接続管理、抜けたや刺された、あとケーブルが表か裏かといった向きやどちらのデバイスがホストでデバイスだといったような管理というものを行います。これらの電力通信の外側には USB3.0 のシリアルインターフェース部やオルタネートモードで使用する高速データ通信部が配置されております。今回紹介する STM32 マイコンをはじめとした ST のソリューションではこの部分については対応しておりません。続いて USB PD の最新の技術トレンドでありますエクステンデッドパワーレンジ EPR について紹介いたします。こちらの規格は電源の汎用化、ポータブル電子機器の高速・高効率充電を目指して制定された規格になっております。現状ではそれぞれの機器に応じて専用の AC アダプターを準備することによって非常にデスクの上が煩雑になったり、非常に効率の悪いシステムになっております。この規格はそういったことが必要ないスマートな社会というものを目指した規格になっております。この規格にはこちらのような世界的な IT 企業が参加して導入が進んでおりまして、現在最大で 48V5A、240W までの高電力化が制定されております。この規格は今後、急速に広まっていくものと考えられておりまして、現状の PC、スマートフォン等だけではなく、こちらに示しますような電動工具、あとは電動自転車、その他ですね、家電や照明機器など多くの分野に広がっていくと考えられております。この EPR については今年度中に ST でも対応していく予定です。現在 STM32 ファミリーからアルファ版を提供可能でございますので、ターゲット商品の方を考えておられるお客様があられましたら、ぜひ ST までお問い合わせいただきたいと思います。ここまでは USB Type-C PD の技術トレンドについて説明いたしました。ここからは USB Type-C のユースケースと ST のソリューション概要について説明いたします。USB PD のユースケースというのはこのように3つに分けられます。1つ目は一番下、コスト優先の機器でして、Type-C のコネクタのみを使用するタイプです。ファンクション的には今までの USB Type-B と同じものを想定しております。USB 2.0 のデータ通信と 5V の供給のみが必要なタイプでございます。2つ目は真ん中、PD に対応したタイプで、バスの電圧を 5V から 20V まで可変するようなものを対応しつつ、オルタネートモードでデータ通信を行いたいデバイスになります。パワーデリバリーが必要な機器としてはゲーム機であるとか電動工具といったもの。オルタネートモードが必要なデバイスとしてはモニターなどが相当しています。3つ目は PC などのように電源のシンクソースが入れ替わるもの。データのホストやデバイス側が入れ替わるようなものを想定したアドバンスドモード。一番上のものになります。先ほどのユースケースをもう少し細かくマトリックス状にしたものというのがこちらの表になります。横軸はパワーロール。ソース側というのは電源の供給側、AC アダプターや充電器みたいなものになります。シンクは受電側になりまして、デュアルロールはシンク、ソース両方を切り替えることができるようなデバイスを想定しています。縦軸はそれに対してデータロール。データ通信のないアダプターなどがデータなしという部分に当てはまりまして、その他の USB データ通信がある様々な機器というのがこちらの下のような分類に該当しています。このようなマトリックスにあります多くの電子機器に USB PD というものは広く使われていくと想定しております。こちらは先ほどありましたユースケースの中のソース側のブロック図になります。コンセントの AC 入力から2次側の機器が使用する DC 電圧を生成する AC-DC コンバーター。その後段に USB Type-C の CC ラインのコントロールを行う USB PD コントローラー。USB PD コントローラーからの指示により出力電圧や電流をコントロールするパワーマネジメント IC。その他ロードスイッチや正波の ESD、過電圧保護などを兼ね備えたプロテクション IC などによって構成されています。この水色の部分、パーツというものは ST が持っているアイテムになりまして、このソース側のブロック図でほぼ全てをカバーできていることがわかるかと思います。次に、こちらはシンク側のデュアルロールのブロック図になります。こちらの想定では、ポート1をシンクという設定にさせていただいてまして、こちらの端子には他のアダプターやモニターなどの機器から電力が供給されるというようなポートになります。この USB コネクタの直近には、先ほどソース側と同様にプロテクションの IC が配置されまして、そこを通過した CC ラインが STM32 マイコンに内蔵された USB PD コントローラーに接続されます。そして左のポートにはですね、デュアルロールパワーということで、様々なシンク、ソースの機器が接続されるパターンを持っているようなポートになります。この一例としまして、右のポート1に何も接続されていないとき、ポート2にスマートフォンなどを接続した場合は想定されます。そのような場合には、こちらの機器はスマートフォンから電源の供給を受け、シンクとして動作しますと。それとは別に、ポート1の方に電源が接続されている場合には、ポート1の電力を PD コントローラーから I2C などでコントロールされたレギュレーターによって、シンク側のデバイスに合わせた電圧が供給されると。で、その供給された電圧によって、そのスマートフォンが充電されるような動作を行います。このように、電源の役割というものがそれぞれポート1に刺された状況、刺されてない状況によって動的に切り替わるというものがデュアルロールパワーということになるようなユースケースになっております。またこのポート2からは USB3.0 ペケの信号の他にもオルタネートモードで HDMI の信号などを高速に通信することが可能となっております。このようなユースケースにおいても ST のソリューションにて多くの部分をカバーすることが可能です。次に今まで説明してきましたユースケースに対応する ST の汎用マイコン STM32 を使った USB Type-C PD ソリューションについて説明いたします。はじめに新しいコンセプト USB Type-C PD ソリューションとして現在強く推奨させていただいているソリューションについてご紹介いたします。今までの USB PD のソリューションでは、マイコンと専用の USB Type-C のコントローラー、そして CC ポートを転落や地落、ESD などにから保護するような保護素子の3チップ構成というものが主流になっておりました。今回 ST では USB Type-C コントローラーの機能というものをマイコンに持たせた UCPD 機能というものを有した STM32 マイコンと保護素子、またバスコントローラーなどを集約したプロテクションチップによる2チップ構成というものを提案させていただいております。この方式では少ないシリコンによってコスト効率を高めることができますし、もともと STM32 マイコンが持っていたソフトウェアによる柔軟性を最大限に高めることができるようなソリューションになっております。次に STM32 を使った USB Type-C PD ソリューションをご紹介いたします。弊社の STM32 シリーズは ARM 社の Cortex シリーズを搭載した汎用マイコンになっております。昨年、汎用マイコン市場でトップシェアを獲得させていただきましたが、ST が誇る世界トップの汎用マイコンシリーズでございます。こちらのシリーズを用いた USB Type-C パワーデリバリーのソリューションというものを構成する場合には、2通りの選択肢というものがございます。1つ目は先ほどご説明いたしました USB PD に対応したペリフェラルを搭載した STM32 マイコンを使用して PD 制御を行うケースです。こちらのソリューションでは、マイコンに CC ラインのロジックと USB PD の PHY が内蔵されておりますので、PD メッセージの物理的なやり取りというものをこのペリフェラルで行って、ポリシーマネージャーなどのプロトコル制御というものをマイコン上のソフトウェアで行うことが可能です。2つ目は従来の3チップ構成です。PD 制御を外付けのポートコントローラーで行うようなケースになります。こちらの場合でも、それぞれのマイコンにソフトウェアパッケージ X-Cube USB PD というものが準備されておりまして、USB Type-C PD に対応することが可能になっております。こちらが現状の STM32 のラインナップとなっております。CC 端子のコントロールと USB2.0 のコントロールが可能なマイコンというものが、こちらの、赤枠と、青い枠で、囲われております STM32G0、G4、U5、L5 となっておりまして、こちらの STM32G0 には2ポートの制御というものが可能な製品というのもラインナップされております。この2ポートをコントロール可能な USB Type-C PD 搭載の STM32 マイコンが STM32G0 シリーズになります。こちらは最大 64MHz で動作する Cortex M0 プラスコアのマイコンで、2つの USB Type-C PD をコントロール可能な UCPD ペリフェラルを内蔵したマイコンになっております。両ポートを独立したインスタンスで制御できます。これによって2つの USB Type-C PD ポートを持つシステムというものをこの1つのマイコンで実現することが可能です。各ポートには RPRD 抵抗のようなものを内蔵していますし、ソースシンク、あるいはデュアルロールポート向けのデバイスとして対応することが可能です。また、この G0 シリーズには USB 2.0 フルスピードインターフェースが1系統内蔵されております。これにより Type-C のビルボードクラスの対応であったり、バッテリーチャージングスペシフィケーションバージョン 1.2 準拠のバッテリー充電器の検出などにも対応することが可能です。続いては CC ポート搭載マイコン用の組み込みソフトウェアの全体図を説明させていただきます。USB PD 対応 STM32 キューブソフトウェアパッケージということで、先ほどの対応ラインナップ G0、G4、L5、U5 向けのパッケージになっております。こちらのソフトウェアパッケージには STUSB PD ライブラリーと UCPD 用のデモ向けのデモンストレーションコードが含まれております。こういったファームウェアパッケージも ST のホームページ上からダウンロードが可能になっております。ここからは STM32 が誇る充実した評価ボードであるとか GUI ベースのアプリケーションソフトウェアなどをご紹介したいと思います。このスライドは STM32 マイコンベースの USB Type-C PD のエコシステムの一部になります。UCPD インターフェースを搭載した G0 シリーズ、G4 シリーズ、L5 シリーズのそれぞれにおいて評価ボードが提供されております。各ボードには Type-C のポートが1ポートまたは2ポート搭載されておりまして、シンクもしくはデュアルロールポートとして使用することができます。このような評価ボードは Type-C の PD だけでなく、ディスプレイポートのオルタネートモードなどの評価も同時に行うことが可能です。こちらは STM32 Cube MX という簡単にマイコンのコンフィギュレーションができる無償のアプリケーションソフトウェアになります。使用するマイコンのモデルを選択します。そうすると、そのモデルに合わせた利用可能なペリフェラルのリストというものがバッと表示されるようなソフトウェアです。この中で UCPD を有効にしてパワーロールを選択いたしますと、CC 信号として使用されるピンが右のような形で、実際の IC のピンとしてハイライトされるような形です。この CC ピンの設定を追加しまして、ジェネレーションコードというものをクリックしますと、このピンに必要な初期化設定などが C 言語で記述されたソースコードが自動生成されるようなソフトウェアになっております。この CubeMX、この UCPD 以外にももちろんいろいろな機能で使用することが可能です。これらの詳細な使用方法については弊社のウェブサイトに動画で解説したものなどが準備されておりますので、ぜひお時間がある時にご覧になっていただけると嬉しいです。続いて USB PD アプリケーションにおける無償のアナライザーモニターツール STM32 Cube Monitor UCPD のご紹介になります。こちらは USB Type-C パワーデリバリーアプリケーションにおけるアナライザーモニターツールです。STM32 マイコンで動作する USB PD ミドルウェアの様々な情報というものを表示することが可能です。こちらでは動作中の STM32 マイコンと接続してランタイム制御することが可能で、PD のパワープロファイルをこの GUI を通じて切り替えることができたり、その切り替えた電圧や電流というものを視覚的に表示したり、また USB PD パケットの注入や送信を行うことが可能です。このようなツールを用いて STM32 マイコンのパワーデリバリー機能というものをデバッグ、また評価することが可能になります。ここまでは STM32 マイコンによる USB Type-C パワーデリバリーソリューションの説明を行わせていただきました。ここからはその他の ST ソリューションについて説明させていただきます。まずはじめに STM32 マイコンのコンパニオンチップである USB Type-C ポートのプロテクション IC シリーズを簡単にご説明いたします。USB Type-C ポート保護 IC の TCPP シリーズについて説明したものです。このデバイスの主な役割は、機器の外側に出力される V バス端子であるとか CC 端子、こちらの静電気の保護や、隣接ショートなどから来る過電圧に対しての保護を行うことです。このデバイスはコネクターとマイコンの間に置いていただいて CC ラインを保護するものでございますし、また V バスラインに N ちゃん MOSFET を駆動できるようなドライバー、こちらの V バス端子が過電圧を、持っていないかというものを検出、保護するモニター回路が内蔵されているような商品です。V バスや CC ラインに対する ESD 対量はプラスマイナス 8kV、HBM でプラスマイナス 8kV の対量がありまして、製品で必要な規格というものを十分に満たすことが可能です。これらのプロテクション IC シリーズにもすぐにご評価いただける評価キットが準備されております。それぞれの評価キットはマイコンの単体の評価キット、ニュークリオボードの機能拡張ボードとして設計されておりまして、この左にありますニュークリオボードの上にそのまま挿すというようなことで、セットで評価していただくことが可能なキットになっております。このキットはそれぞれシンクデバイス側、デュアルロール、ソースホスト側に対応したものというのが準備されておりまして、専用のソフトウェアも準備されておりますし、それをまた ST のホームページ上からダウンロードすることが可能になっています。最後に USB Type-C PD コントローラー、また最新の電源ソリューションについて紹介いたします。はじめに ST の Type-C PD コントローラーのマトリックスをご紹介いたします。ST はソース、シンク、デュアルロールの各役割に対応したもの、また USB Type-C からですね、フル機能のパワーデリバリーまでを、いろいろなユースケースに対応するような商品群を持っております。ソース、デュアルロール、シンク、それぞれに対応したようなデバイスはこのマトリックス上に記載されておりますので、どのようなユースケースに対応することが可能です。次に AC/DC コンバーター製品 VIPerGaN という商品についてご紹介いたします。この VIPerGaN は通常のシリコンの MOSFET よりも低温抵抗で高周波駆動が可能になる GaN HEMT と呼ばれる FET を内蔵することによって大幅な小型化が実現できるような AC/DC コンバーターとなっております。このサイズのイメージはこの右下の写真のようになっておりまして、こちらの商品ですと、従来のシリコンソリューションの約半分のサイズで電源の方が構成可能です。このような技術を用いて AC アダプター、急速充電器をより小型化にすることに貢献することが可能です。この VIPerGaN は同じパッケージ上で 50W、65W、100W に対応した3種類というものをラインナップしております。このそれぞれのVIPerGaN を使用した USB PD 対応のリファレンスデザインというもののご紹介がこのスライドになっております。こちら左から 45W、65W、100W に対応したものになっておりまして、45W、65W については現状リリース済みになっております。100W は12月にリリースを予定しておる商品になります。最後に ET のですね、ブースにて展示しておりましたリファレンスデザインを紹介させていただきます。こちらはですね、STM32G0 シリーズを使用したニュークリオボードと、プロテクション IC、TCPP02、ソースのものですね、ソース側のもの、あとは、DC-DC コンバーター STPD01 を2つずつで構成されたような2ポートソース向けのリファレンスデザインでございます。こちらは2つのソースポートを独立に1個の STM32G0 のデバイスでコントロールすることが可能です。こちらの写真の中では2台のスマートフォンを同時に急速充電することができたり、60W ですので2台のノート PC なんかを同時に駆動することも可能になったようなソリューションになっております。最後にまとめさせていただきます。ST は広範囲な製品ポートフォリオで通信や電源汎用化に貢献します USB Type-C、PD の様々なアプリケーションに対応できるということをご説明させていただきました。ソリューションの提案として STM32 マイコンとソフトウェア、プロテクションデバイス、USB Type-C PD コントローラー電源ソリューションまでの紹介を行わせていただきました。この紹介によって ST が包括的なソリューション提案ができるということをご理解いただけたのではないかと思います。最後に充実した開発エコシステムを随所に紹介させていただきました。これらのすぐ手に入る評価キット、ファームウェアパッケージによりお客様の迅速な開発サポートが可能となるということがお分かりいただけたのではないかと思います。以上、ST の USB Type-C パワーデリバリー向け製品ソリューションについて解説いたしました。ST はすぐに評価、組み込みをスタートできるトータルソリューションや評価キットをはじめ、充実した開発サポートを提供しています。また、さらなる高電力化に向けて普及が進む最新規格への対応など、継続した製品開発を行っておりますので、ぜひご検討いただけると幸いです。詳細については ST のウェブサイトをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。